ちは、ポポです。今回は絶対やみつきになること間違いないつけ麺屋さんがあるんですよ。値段もお手頃なのに美味しくてお腹いっぱいになれるところなんてそうそうないですよね。皆さんも食べたらびっくりしますよ。そんな最高なラーメン屋さんがあるのでぜひ紹介します。今回紹介するラーメン屋さんはジャンゴと言います。鹿児島市中央町にあります。ジャンゴに行くまでのこの道がほんといい雰囲気で僕はかなり気に入っています。ここあたりは美味しいご飯屋さんや穴場なとこが結構あるので、また後々紹介していこうと思ってます。ほんとここは散歩しててもいい気分になれるんですよね。ここはいつも人だかりができていて昼間は特に多いですよ。入り口の発券機で券を買ってから入る形ですね。メニューはこんな感じで割とラーメン屋にしては多い気がしますね。僕はここに来たらもう絶対おすすめは魚介つけ麺です。ぜひ皆さんも頼んでほしいです。入り口から見えるこの豚や牛の人形も可愛らしくてなんかいいですよ。麺はこちらの機械で一から作ってるので、またコシが効いていて美味しい理由の秘訣ですね。中はこんな感じで細長い作りになっていて、席もとてもおしゃれな感じの仕上がりになってますよ。で、こちらがジャンゴ特製の魚介つけ麺です。すごいボリュームですよね。量がすごいので中盛りでも食べきれない方も出てくるほどですよ。大盛りは食欲旺盛の方じゃないと多分難しいと思うので、大体の方が満足できる量は中盛りだと思います。ほんと麺も太麺でコシが効いていて、魚介の風味の出汁が最高に美味しくてやみつきになってしまいますよ。もう一度言います。コスパも良くてボリューム満点、味はやみつき、こんな素晴らしいお店あります？そうそうないですよね。ぜひね、皆さんにも足を運んで食べてもらいたいです。最高に満足できると思います。いいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ポポでした。